歌手の辻香織です。今日はですね、こちら、創業140年、なんと明治13年にできた、こちら神谷バー、浅草で初めてのバーですね、神谷バーにやってきました。今日は緊急事態宣言で残念ながらお休みなんですけども、特別に開けていただいてお話聞いてみたいと思います。こんにちは。選挙よろしくお願いします。こちらが神谷バーの1階ですよね。そうですね、はい、この向こう会社は売店になってるんで、はい、外からお客様にお土産用の電球ランですとかブドウ酒ですとかワインとかを買っていただく場所になってます。これは八ブドウ酒。八ブドウ酒ですね、はい。ワインみたいな感じですか。そうですね、ワインはお酒の分類でいうと果実酒になるんですけど、はい、これは甘味果実酒、甘い味の果実酒って言って、はい、普通のワインよりも甘さがちょっと強いです。この電気ブラン、種類が今見てるだけでも3種類あるんですけども、こちらの両方40度のアルコール度数のもので、はい、上の大きさの半分の大きさが下のポケット分になっています、はい、でこれで右手の方にある赤かったりするラベルの方は30度の焼酎になってます。うちのウックから見たらひいひいおじいさんになる人が、開発した商品なんですけど、はい、最初にその原型となったのは明治15年頃と言われていて、その頃まだ東京で電気が珍しかったので、電気っていう言葉にこう今流行りのとか今風のって響きがあったそうで、でブランはブランデーのブランで電気ブランになった。今でいう例えばその IT とか E なんとかみたいな、そういうイメージなんだろうと思いますけどね。うちではもう冷蔵庫でビールと同じぐらいの温度で冷やして出してまして、で、電気ブランは30度と40度2種類ありますけども、はい、度数の強いお酒なんで、水代わりに生ビールを飲むと、生ビールと電気ブランを交互に召し上がっていただくのがうちのお客様の大体の方がそうなさってます。最近ではね、僕のね、敬愛するというか浅田次郎先生の本に出てくるんですよ。あ、そうなんですか。天切松闇語りっていう、泥棒の話なんですけども、そこで一人の泥棒のお父さんが大工の棟梁で、その人がうちが好きでうちで電気ブランを飲むっていうシーンが出てきて、でどうもなんか私はお目にかかれなかったんだけど、浅田先生も実際取材というかで来られたっていうことは聞いてます。で小学校2年生までは目黒区の学校にいて、はい、3年生からは港区の小学校に行って、
ていう感じで、はい、本当にあの浅草ではエセシタマチッコって言われてましてとか言っちゃってさとか言いながら全然そんなことを使ったことないあのなんか山ごての人なもんですから、はい、えザーマス言葉が得意ですからもう、はい、嘘ですけどねあんまり聞いたことないですね。そうですね、そうなんですかそうだ最初は、ね、びっくりしました、ね、いきなりだから、まあ、その時はまだ父親も存命でしたから、まあ、そのまあ父と区別するっていうのもあるんでしょうけど石上が直哉って名前なんですけどいきなり直ちゃんって言われて振り返ったら僕しかいないんですよね。で直ちゃんって親戚のおばちゃん以外に言われたことないもんですから急にファーストネームにちゃん付けされた時には非常にびっくりしましたね。割と浅草の人ってシャイな人が多い最初はどうか、ね、あの付き合いにくかったりっていう思う時もあるんですけど一回入っちゃうと本当にまあおせっかいが服着て歩いてみたい人ばっかりなんであの本当によくしていただいてます街の人たちには本当に。とにかく情報の伝達が早いですねやっぱりね。だからあの誰も言わずこっそり帰り僕は今日ゴルフ行ったとするじゃない、はい、そう誰もゴルフ行くとこ行ってないのに帰ってきたら街中がスコア知ってるみたいな。なんで俺のスコア知ってたのみたいな。それは鮮明に覚えてるのがね、はい、中学校の時ホームルームの時間に3分間スピーチっていうのがあってでまあ約50人の同級生と先生の前でも話すんですけども、ね、その時にね将来僕は商売を継ぐんですって宣言をしたのを覚えてます、ね、中2か中3かどっちかなと思うんですけどお題が決まってるスピーチじゃなかったもん誰も話していいスピーチだったんでそれそんな話をしたのを昨日のことのように覚えてます。就職して何年かしてちょっと父が体調を崩した時期とかあったりとか、うん、ちょうどその頃がまあバブルの終わりの頃だったんですけど人手もいなかったしいろんな大変な状況が重なった時期でもあったんでそれでまあ勤めていた会社を寄せてこっちへ来たのがまあ平成3年の秋だったんですね、うんうん、一つの宿命的なことを考えましたかねやっぱり自分がまあ生きていくって場合もちろん当然やがて死んでいくわけですけどもその中で果たせる役割の一つというか感じだったかな。うちのそばだとやっぱり何と言っても、ね、隅田川がやっぱり近いので、はい、そこでは青春の思い出で、はい、辻香織さんの歌声と一緒にビールを売ったっていう、はい、あれ何年前だろう15年ぐらい前かしら15、6年前か15、6年前ねえやだやだってね、年取りますね隅田川のほとりのあれは船着き場のあたりですね浸水テラスっていうのかなそこ浸水テラスにステージを作ってあの浅草夜祭りライブというのであれは1ヶ月半ぐらいそうそうやったよねいろいろなちょうどこのぐらいの暑い時ね暑い時にで神谷番さんがあのお店を出してくれて、ね、生ビールや電気ブランやいろんな浅草のお店さんたちがね屋台みたいに出してくれるそうそうですねあれはもうでももうあれはかかってからできたんだなあの時は15、6年前ってことは僕40ちょいでしょだからもう今できないなんなことそうですか、うん、とてもできないへえ。またやりたいですけど